こんにちは。今日は、折り返し翻訳辞書を使って、週刊少年ジャンプの、名言を名言に翻訳してみるよ。この折り返し翻訳辞書は、日本語、英語、オランダ語、イタリア語の順で翻訳していき、最後にもう一回日本語に、翻訳するソフトだよ。それでは早速行ってみよう。なお、翻訳制度の関係で原文と、若干異なる部分がありますが、ご容赦ください。一つ目は、スラムダンクの登場人物、ミッチーこと三井寿の名言、安西先生。バスケがしたいです。です。安西先生、バスケットボールを遊んでみたいと思います。そんな軽い気持ちで帰ってくるな。折れたモップの気持ちを考えてみろ。二つ名は、ジョジョの奇妙な冒険から、ディオのラッシュの際にかけられる掛け声、ムダ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 です。廃棄物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 。ドリフターズの、妖怪首置いていけ、かな？三つ目は、ワンピースの登場人物、マーシャル、D、H の、人の夢は、終わらねえ、です。ターミネーターの夢、次回は溶鉱炉に落ちずに、エンディングを迎えたいよ。押すなよ、絶対押すなよ。四つ目は、ナルトの登場人物、渦巻きナルトの名言、俺が、諦めるのを諦めろ、です。私は幸福幸福、まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ、って言ったの忘れたのか？五つ目は、デスノートの登場人物、ヤガミライトの名言、計画通り、です。に、かい。ダメだこいつ、早くなんとかしないと。六つ目は、銀魂の登場人物、土方藤四郎27歳の、名言、惚れた女が幸せになってほしいだけだ、です。彼は、愛する女性のためにするだけで、幸せです。何をするんですかねー、土方さん。ゴリラ局長と一緒の、思考ですよ。七つ目は、ブリーチの登場人物、アイゼン・ソウスケのおされ名言、あまり強い言葉を、使うなよ、弱く見えるぞ、です。はるかに強力な会話と、私が苦手、一体いつから私の自己肯定感が、高いと錯覚していた？八つ目は、続いてもブリーチの登場人物、アイゼン・ソウスケのおされ名言、私が、天に立つ、です。お気づきの通り、私はブリーチの中ではアイゼン隊長が、一番好きです。私は天国に、なん、だと、いや、マジでユーハバッハ倒せなくなるので、帰ってきてください、アイゼン隊長。最後の締めくくりは、ジョジョの奇妙な冒険、空城城太郎の名言、やれやれだぜ、です。うふふ、うふふ、何は露天年、我。以上、週刊少年ジャンプの名言でした。次回もお楽しみに。